ヨーゼフ・フランツ・マリア・ホフマンは、オーストリアの建築家、デザイナー、ウィーン分離派の中心メンバーの一人、20世紀初めにウィーン工房を主催した、チェコのピルニッツの生まれ、ブルーンの国立工芸学校に学び、卒業後は、ビルツブルグの軍事施設建設局に勤めた。その後、ウィーンの美術学校に進学し、カール・フォン・ハー・ゼナウアーとオット・ワーグナーのもとで、 ケンサムを積んだ。ワーグナーの仕事場で、ヨゼフマリア・オルブリッヒの知域を得て、後に、フリムとオルブリッヒらと共に、ウィーン分離派を立ち上げた。セセッション間の内装も行い、中心メンバーの一人として活躍したが、1905年に分離派を脱退した。1899年以降、37年にわたって、ウィーン芸術工芸学校で教弁を取った。1903年、 銀行家、フリッツ・ベルンドルファーやデザイナーコロマン・モーザーと共にウィーン工房を設立。ここで彼は多くの作品の構想を描いている。1906年、自ら手がける初めての大作、プーカースドルフのサナトリウムを建てた。オーストリアで登山鉄道を運営していたオーストリア、ベルギーの合弁の鉄道会社の顧問、アドルフ・ストックレイと知り合い、この出会いから、 ブリュッセルの別邸の設計を依頼され、その建築にあたる。これは直線的な装飾を用いたウィーン分離派の特徴が現れており、建築史上に残る彼の代表作となった。ホフマン及びウィーン工房が装飾、家具、食器、庭園までをデザインし、クリムトが食堂の壁画を描いたことでも知られる。1912年ホフマンは、 オーストリア工芸連盟の発起人の一人になっている。こうした経過の中、ホフマンの様式は現実的で実用的なものに絞られていった。1936年でウィーン芸術工芸学校を退き、年金生活に入った。第二次世界大戦後、彼はベニスの国際ビエンナールのオーストリア代表や芸術審議会の委員など公的な役職を 数多く歴任した。1903年、ホフマンとコロマン・ボーザーが設立したデザイン工房である。アーツクラフツ運動の影響を受け、家具、布、服飾など生活に関わるものを制作した。ストックレーテーはウィーン工房が総力を挙げて制作に当たった作品。1932年に経営難のため解散した。プーカースドルフ・サナトリウム。ありがとうございます。